どこ行きますか？今日はこれから、今日はいつも通りの八坂神社まで来ました、今。来たね。で、これからちょっといつもより散歩の時間遅いから稲荷神社の千本鳥居の明かりを楽しみながら散歩しようと思います。行きますか、じゃあ。まあ、といってもすぐ近くだけどね。そう、ジャマンボ。なんか本当この時期になると急にパッと暗くなるよね。うん、本当。銀杏ロードだよ。銀杏ロード来ました。はい、あっち行くよ。パちゃんが食べないようにね。春、銀杏好きだからね。そして、あ、到着しました。もう着きました。最高だね、稲荷神社。稲荷神社まで着きました。すごい、やっぱなんか明かりがあるといいね。ね、いつもと違う雰囲気。行くよ。優しい明かりが ね、 ね、行くぞ行くぞ。レッツゴー。じゃあ行くよ。数えてったら、やだ、もうなんでわけわかんなくなるから。どうせね、歩く速度の方が速い。千本ありますか？千本鳥だけど、多分最大の時はあるはず。どうしても朽ちるからね。まあ交換してるもんね、いつもね。そうそう、行こう、ばあちゃん。ほれほれ、明るいね、思ったより明るい。春は何を気にしてるんですか？ね、さっきからなんか匂いする？レイはもうぐいぐい登ってくよって言ってる。レイはどんどん登る。レイちゃん大丈夫？しんどくない？ね、景色も綺麗なんだよね、ここね。うん、青の山が綺麗に見えます。本当だね。もうちょっと高い場所の方がいいかな。うん、ネパル。はい、パちゃん、ほら、行くよ。行くぞ。どうしたん、パちゃん。パちゃん、行きたくない？あ、通が切れないと思って行かんのか。そうそうそう、それが前歩いた方がいいかな。難易度高いよ。暗い、少し暗くなってきちゃった。パジャー、何かを気にしている。はい、パジャーが何かを気にしている。なんかさ、いつも来てるから見慣れた景色だけどさ、うん、綺麗だよね。かい、母ちゃん、ダッシュすんの？全然。春木さん、いくよ。こう綺麗だよね。綺麗、こことか綺麗。気になる、ある。何が気になるの？何を見てるんですか？春、雲の巣引っかかるよ。うん、危ないよ。この上も綺麗。ね。よいしょ。早いな、レチパ。ついていけないよ。ダメよ、そんなとこ。はい、おいで。ここで一旦ちょっと待とうか。うん、そうだね。全体の
3分の1ぐらい来ました。気にしてる。めっちゃ気にしてる。こんにちは。こんにちは。めっちゃ見てる。バジャ。続き行くかい？よし。戻りましょう。バジャ、そっちじゃない？こっちだ。わかった、行く行く行く、早くよ、早く行く行く。ここもさ、結構ワンコ散歩してる人がいるじゃん。だから結構匂い気になるかもね、レバは。そうだね、確かに。あ、ちなみに稲荷神社はワンコ連れはダメなんですけど、境内の中は、境内の中だけなんで、この鳥居とか駐車場までなら連れて入っても大丈夫です。境内の中は何だっけ、抱っこかカートならいいよって前言われました、うん、宮司さんにね。うん、その通り。でもレバーは抱っこできなかった。まあ抱っこしてくるの大変だよね。でとっぱね。あ、でも抱っこできなかったんじゃない、その時抱っこしたんだよ、レバーを。抱っこして通ったよ、そういや、一回だけ。あの、一回反対側に渡るんです。そうそう、反対側に渡りたくてね。暗くなってきたよ。ねえ。はい。暗いけど見えてるかな。なんか、ちょっと高いから紅葉がしとるんかな。そうだね。ツワノってあれだよね、ちょっと上まで上がるとさ、うん、急に気温変わるよね、うん、今だいぶ涼しい ね。バイちゃん、お、行くよ行くよ、行こう行こう。あとちょっとだ、あとちょっとだよ。あっという間に暗くなるね。ねえ、ゆちゃん元気だね。うん、今日涼しいからかな。全然大丈夫そうだね、まだまだ。暗い暗い、すごい真っ暗、真っ暗、真っ暗闇、真っ暗。よし、到着到着、あとちょっとで到着ね。なんか聞こえるね。何が聞こえる？なんか、なんだろう。着いた着いた、はい、もう街灯もしっかりついてるね。ほんとほんと、ここから本町とかが見えないの。こっちからは見えないよね。お城からだったら見えるんだけどね。そうだね。ちなみにお城はこっちの山の上です。よし、お疲れ様でした。疲れてないレバ大丈夫？まだまだ大丈夫そうだね。ペチャはね、ペチャはなんか春何を見てんだ、ね。ここから先が境内で、この先の中はペット禁止です。なのでここでレバーはいつも休憩してます。うん、でここで休憩してたらさ、うん、観光客の人とかとよく一緒になってね、うん、みんなでここで溜まって話してるよね。ほんとほんと、ここ涼しいんだよね、風が通ってね。そうそう、風がね、休憩にぴったり。ちょっと中見てみようかな、少しだけ。うん、行っといで。ちなみに稲荷神社の中はこんな感じです。
ちが新しい本殿で、こっちにあるのが古い方です。古い方というか元々のやつだね。三五日はすっごい人が多いんですけど、この時間になると人少ないな。こんな大きい締めの幅飾ってあります。ちなみに本殿のこっち側に階段があって、ここまで車で来ることもできるんで、階段登るのが辛い人は車で来てください。で、春はいつも階段で登るのでこっちから来ます。時々この境内の中で神楽とかもやることがあって、夜神楽をやるんですけど、その時なんかすごい綺麗で、町の人たちもみんな遊びに来て、ね、神楽を見てるんですよね。レパおった、うん、レパここにおったよ。レパいたの、待ってたそのとこで待ってた。いい子だね。登ったね、ここまで。ねえ。うん、ね。よく頑張ったね、レバも。ねえ。春疲れた？いや。じゃあ帰りますか。はーい。まだよ、まだよ。帰ろうね、レバ。危ないからね。